よいしょ。こんばんは。やっほー、皆さんこんばんは。こんばんは。アンニョハセヨー、アニョン。こんばんは、こんばんは。おお、なんか降ってきた。すごい。かわいい、ありがとう。うん。こんばんは。ねえ、ラストライブめっちゃ泣いた。本当に？ありがとうね、来てくれて。はい、昨日はメイクね、目元だけしてる。肌は何も塗ってないけど、いや本当はねすっぴんでやろうかなって思ったんだけど、いやメイクするかって思って目元だけしました。ただ顔には塗ってないです。ファンデーションとかゲリラじゃないよ、告知してたよ。こんばんは。昨日も口角めっちゃいや恥ずかしい。昨日はラストライブでした。来てくださった方、配信で見てくださった、配信じゃないテレビか、見てくださった方ありがとうございます。昨日はお疲れ様、ありがとう。緑の服珍しい。あ、いや最近ね着るかも。今日がラスト配信ですか。いやそれがね分かんなくて、なんかワンチャンって感じ。なんか明日やりたいんだけど、本当にやりたいんですけど、なんか間に合わない可能性もあって、いやいけるかな。ちょっとでも帰ってきたらやろうと思うけど、明日7時開演だっけ。明日7時開演だったら間に合うかな。でも昨日はねもうホテルに着いたのが12時過ぎてて間に合わなかった。昨日は全然間に合わなかったね。本当に終わったっていう実感がありますか。でもなんか昨日さ、いやなんか実感あったって言ったらあるけど、なんかまだなくて、まだないというか、なんかあの明日があるじゃん、実際ね。明日もイベントが、本当に最後の最後のイベントがあるから、明日、昨日のが、まあ、最後のラストライブではあったんだけど、本当にさ最後ってなんか歌ってる時に思えなくて、そうなんか忙しすぎたっていうのもあるけど、本番中もねずっと着替えたりとか、え声枯れてるよね、やばい。そうあのなんか一昨日のリハで歌いすぎてまず枯れまして、で昨日ももうやりきったから枯れて。そうまあまあまあ、でも全然声出るし、全然多分歌えるから大丈夫。まだ明日あるし、そこまで実感湧いてないの一緒か。え、だよね。いやでも実感湧いてなかったんよ、歌ってる時、アンコールまでね、最後の最後に。で僕たちはソロを見る無理を泣かずに歌おうって思って、泣かずに笑顔で歌ったんだけど、あの最後のさ、あの桃子とかさ、ナナミンとかが喋ってるの聞いたり、それでうわマジで最後かってなって泣いた。うん、最後の最後の最後で泣いたね、 MC。 いやそう泣かずに歌えたって思って、笑顔で終われるみたいな思ってたんだけど、もう泣いて無理だったね。でそして最後にあのグループごとに挨拶するときに、ラブコチだけで挨拶したときも無理ってなって泣いたし、やばいマジ声が声引くね、挨拶マジで泣くよねあれ、もうやばかった。てか終わってからの方が泣いたかもしれない。うん、終わってなんか自分たちがはけてからさ、あのなんだっけ、なんか流れてたじゃん、あのさついさっきの映像が流れてたじゃん、わかる、皆さん覚えてますか。ライブみんながはけた後にライブの映像流れてて、ええ今日のみたいな、えさっきのじゃんみたいな、多分裏であの映像の作ってくださってたみたいで、多分え、そう編集早そう、やばって思って、そうあれでもうあれも泣いたし、裏で見ながらね、そうやばかったよね。
そう、編集の速さすごかったマジで。裏でみんなで見てたよ。そう、みんな裏で、あの、え、何これみたいなのあって見てたら、え、今日の歌みたいな、え、さっきじゃんこれみたいな。あ、シンフォニーで泣いてるの気づいてたよ、ほなちゃん。てか、あの、始まる前に裏ですでに泣いてたから、そう、やばいって言って。ね、すごかったよね、あの、編集。そうそうそう。いつも元気な声だから、ハスキーなの新鮮。ごめん、こんな声で。そう。哀れのタオルハンカチ代わりにした。え、全然よ、逆に涙拭いてって感じだったからね。そう、いやでもなんか昨日はもうマジでやりきって、もう帰ってきて疲れすぎてベッドに倒れ込んだね。あの、布団の中にはお風呂入るまでリオ入りたくないマンだから、上にただ寝っ転がってただけなんだけど、もうなんか動けなすぎて帰ってきて、え、やばい、お風呂入らなきゃなのに体が動かないみたいになって、そう、あの、帰ってきたのも遅かったんだけど、2時間ぐらいベッドで倒れ込んで、え、やばいと思って、でもメイク取らなきゃだし、いや、お風呂汗かいたからお風呂絶対入んなきゃだしって言って、もう眠ながら頑張って入ったんだけど、ガチで昨日はね、帰ってきてやばかった。久しぶりに体がね動かなかったですね。なんか本番はさ、やっぱりアドレナリンとかってマジで楽しいし、そうなんだけど、帰ってきてね、出たね久しぶりに今日目覚ましなしで、目覚ましかけずに寝れて、目覚ましかけずに寝れたんだけど、なんか3回ぐらい目覚めちゃってさ、そうそうね、なんかみんな本当にやりきったなって感じで、結構なんか体調崩しちゃったこととかもいて、昨日ライブ終わってお見送りとかの時かな、そう、すごいなんか、あ、大丈夫かなって心配になったんだけど、メンバーのことが。でもリオはね、体調に関してはマジで元気で、なんでかって思ったら、あ、やっぱご飯めっちゃ食べてるからかって思いましたねやっぱさ、食べるのって大事だよね。なんかご飯食べずに飲み物だって飲んでたら、なんか気持ち悪くなっちゃうだろうし、リオは常にいつでもご飯を食べてるからね、体調崩すことがない、超元気今日オフでした。うん、よかった。でもオフで今日もリハだったら多分みんな死んでたと思うよかった。ラストアイドルマジでこれでラストなの。うん、そう、明日のなんか、あの、なんで、なんて言うんでしたか、明日のパーティーじゃなくて、本当に明日のイベントが最後なんですけど、ラストライブは昨日で最後でした。え、一食もしてないわ、やばい。食べて、ご飯。そう。あ、そうそうそう。足、ね、足の力なくなったりするだろうし。ね、マジマジもね、腕、ね、なんか、愛を知るの時だっけ？なんか、リオのさ、斜め前にいたんだけど、あの、左をずっと下ろして歌っててね。え、どうしたんだろうって思ってて。心配だね。そう、心配だった。明日ってみんなで泣いてんだよね、もちろんもちろんもちろん。パーティー行くけど本当に終わるの嫌で行きたくない。だよね、わかる。リオも明日が最後、本当にね。あー、円盤化されたらどうなんだろう。なんか、あの、 CS テレ朝チャンネル1での放送と配信は決まったけどね。ちょうどリュウが告知したこと覚えてますけどあ、ありがとう、バラ、ありがとうね。明日5列目なの嬉しい。え、近いね、近い近い。昨日声出したかった。それな、マジで。そう、もうなんか間違ってみんな声出さないかなとか思っちゃったもん、リュウは間違ってというか、なんかそう声出しね、したかったな。昨日テレ朝やったけど、ん？ああ、見てくれてたんだね。泣きすぎてこう涙枯れたな泣いてくれたんだね。31日がなければ好き勝手言ってたよ。え、マジで？え、じゃあ明日好き勝手やる日、みんな
某メンバーがしたラストだから声出していいって言ってた、ほのちゃんでしょそれリオ配信見てたからねさっき。ほんと同じこと思ってた。そう、明日最後だからさ、もうつまみ出されることもないし、出禁とかもないしね。ほんとに最終日最強やん。いやそう、だからほんとにみんなでやれば怖くないみたいな感じですよね。ルールは守るわ、偉いね。昨日のライブで近くに来てくれたの嬉しかった、ありがとう。いえいえ、いやリオもね、あの客席行けるのがマジで嬉しかった。そう、なんかさ、みんなさ客席来てくれないかなとか言ってたじゃん配信でね。でリオは本当は行くよって思ってたんだけど、あの配信では内緒にしてたからさ、ごめん。そう、2回は行けなくてね。そう、なんか時間が足りなくて、そう、多分もうちょっと時間があったら行けたんだけど、上になんか時間が、曲中の時間が1分しかないから、なんか登って降りるか無理ってなって、結局1回だけになっちゃったんですけど。そうね、反対側だったね。それよ、ずっとこっち側にいたからさ、みんなから見て左か、そうみんなから見て左にずっと いたんですよね、昼も夜も客席ね。そう、マスクは声出してもバレないためにあるんですね。確かに確かにすぎる。オイリオ真横取ってくれてはいた、あね、思った、近かった、オイリオ顔だったから嬉しかったね。嬉しい、あのね、近く行ったらみんなの顔がねよく見えて嬉しかったです。オイリオのせい、いやオイリオのせいにはしないで。昨日入場特典でオイリオ出たの本当に奇跡だって。え、なんか結構さ地引きしてる方多くてさ、びっくりだったんだけど。あとあの入場特典もそうだけどさ、悪空気もさ地引きしたっていう方もいてね。ステージ上の階段降りるの、あれね結構怖かった。そう、急だからね。オーリオが目の前のお立ち台に来てくれてテンションめっちゃ上がった。本当ですか、嬉しい、そう言ってくれて。オーリオ出なくて泣いてた、嘘。マジで、余らせてるから配りたい、だってじゃあもらってください、ぜひ、あの手に入らなかった方は。乃木坂のコンサート声出しダメなのに声出ししてたっぽいね、メンバーも思ってた、うわーおるしかないなこれはとか言って。ね、地引きすごいですよね、本当にね、すごかった。いや、もっともっといろんな客席に回りたかったな本当はね。お、なんかオーディオのカメラ目線動画ちゃんと撮れて、おお本当にイエイイエイ、物販が売り切れ続出で買えなかった、え、マジで。そう、なんか結構物販もねたくさん買ってくださったみたいで、売り切れって嬉しいですね。一緒に行ったやつがオーリオ地引きしてた、え、マジで、え、すごい、ペンラーだけ買えなかった、え、そうなんだ。カニャンとかリオン来てたんだって、あ、そう、あのねリオ呼んだんですよ、マユとカナちゃんとリオン呼んで、本当はマユ夜に来る予定だったんだけど行けないってなって、え、じゃあ昼はどうって聞いたら、あ、途中抜けちゃうけど行きたいって言ってくれて、マユも途中までいて、かなちゃんはお昼夜来てくれて、リオンは夜の途中から来てくれて、でちょうどリオがね、あの客席行って、そしたら上の方になんかすごいアピールしてくる人いるなって思ったら、かなちゃんとリオンだった。そう、だからめっちゃファンさしといた。すごいねアピールしてる人いた。そうなんです。マユはね、なんか並走の前、並走を見て帰ったらしい。並走の前にじゃあ帰るねって言ったら、へっそーって聞こえてきて、やっぱこれ見るって言って
そうだけ見て帰ったらしい。かなちゃんが言ってた。そうね、まゆくさ、それな、そう、まゆから LINE 来てさ、なんかリオがまゆのパート歌ってくれて嬉しかったって LINE してくれて嬉しかった。そう、指原さんも来てくださっててね、緊張しちゃったなっちゃんも来てくれたし、夜511大好き、それな、みんなで集まりたいな。平素だけ全員パフォーマンス、あ、確かに平素さ、前回と一緒だよねって思って、全員パフォーマンス、4周年の時も全員でやったんだけどね。初めてイベント行ったから、お見送りの時みんなのオーラと顔強すぎてめっちゃ動揺した。本当、みんな可愛かったですよね昨日。みんな綺麗だった。集まってください、お願いします。集まりたい。え、本当に人多くてびっくりした。やばくない？9000人だってね。9000人もの方が来てくださったんですよ、昨日のコンサートライブ。ありがたい。家族も来てたよ。うん、いとこも来てくれてね、初めてラッサイのライブ見に来てくれた。いとことかは9000人いたの、やばいよね。9000人のオリオンズかな、9000人のオリオンズだったらいいねあれだけ歌って喉大丈夫？え、なんかね、枯れてる、若干喉枯れてる。それな、韓国のファンの方集まって見てたのマジで可愛い、嬉しかったね、ありがとう。そんなに集まったのに終わっちゃうなんて。え、そう、それみんなで言ってたよ。あのね、あゆみとかが9000人も来たんだってって言って、もうこれさ、終了、活動終了しなくていいじゃんってみんなで言ってた。そう、2公演で9000人でしたね。何時まで？あー、特に決めてない特に決めてないですね。韓国語の会話を翻訳して読むと日本人みたいな会話してて楽しい。いや、そう、いや、そりゃそうだよねそりゃそうだよ。どこもね。17歳の扉ありがとうございます。そうそう、17歳の扉ね、かなちゃんのパートやって、デジャビはなっちゃんのパートやってね、嬉しかった。そうだからね、かなちゃんも本当は夜だけの予定だったんだけど、リオがお昼ね、17歳の扉かなちゃんのパートやるんだって、なんか来てみたいな感じでちょっと言ったら来てくれたライブの音圧みたいのすごくて感動していた。あ、やっぱさ、なんかライブの音圧っていうの、そういうのってなんかいいよねリオたちは歌ってるからあんまりわからないけどさ、韓国ファンの方はね、あの現地で、韓国でなんかファンの方同士で集まって見てくれてたみたい。昨日やたら爆音に感じた。あ、そうなの？会場が広いからかな。この後夜行で帰るからね、カフェで見てる。あ、本当に？そうなんだね、見てくれてありがとう。いや、本当にいい会場だった、マジで。あ、え、ルーニーさん、ありがとう。名古屋城名古屋城やん、これ名古屋城だよ、ありがとう、嬉しい。熊本城やな、違うよ、これ名古屋城だから。だってさ、あれ乗ってるよ、シャチホコ、シャチホコだっけ、姫路城だよね、違うし名古屋城でしょこれ、完全にね。ちょっと待ってね、照明もド派手で最高だったね。なんか煙とかさ、炎とか出てきてね、煙もう顔面にめっちゃかかってさ、なんだっけあれ、ステューピッドか、ステューピッドの時に顔面にプーって煙が来た
あ、天の声さんのコメントやばかったよね。え、天の声さんね、あのライブ終わって全員でなんかお疲れ様みたいなさ、あのメンバーと関係者の方全員集まって最後なんかお疲れ様ですみたいなお話ししたんだけど、天の声さん泣いててさ、マジで泣けた、こっちも。そう、実際に本当に涙してて、本当に優しすぎて泣いた、泣きました。なんかそうスタッフさんとかの話聞いてまた泣いてさ、ライブ終わった後の方が泣いちゃってたよ。もうなんて書いてあるんだろう。あ、そう、なんかみんなでパパって言ってた。なんか天の声さんもなんか螺旋のなんかお父さんみたいな感じって言っててさ、パパって言ってた。名古屋城初めて書く。あんまりちょっと上手くないけど、どうなってんのこれ。あ、ここちょちょ、ん、むずい、ん、バズーカテープに名前欲しかった。え、確かに確かに、え、わかる。ネリオンもさ、なんかラストアイドルとかなんかそういう、確かに名前入りだったらよかったかもね、思った。あれいいよね、バズーカテープみたいな。こんばんは。ちょっと待ってね、今ね名古屋城書いてて、テープって何、届かんかった。そっか、あれそっか、1回しか届かなかったのか。全員全部届いたらよかったのにな。はい、ルーニーさん名古屋城ありがとう。こっちにしようか。テープめちゃめちゃ頭に引っかかった。え、マジで。そんなに。確かにあの辺にいたらいっぱい降ってきそう。イエイイエイ、ありがとうございます。席の位置的にモニター見えなかった。え、嘘、マジ、モニター見えなかったの。顔、顔は書いてないよ。こんな感じ。もしゃうまいっしょ。へっへっへ。まあけどバルコニー最高列。立って見れたけ。え、ね、めっちゃ立ってたよね。え、見えたよ。立ってるの。立ってるって思って。距離的に顔認識できなかったけど雰囲気でどこにいるかを3秒以内で見つける特技。身についた。すごっ、天才じゃん。雰囲気でどこにいるか分かった。3階は画面の上が見切れてた。あ、そうだったの。モニター見たいよね。あ、顔みたいに見える。嘘、オリオ楽しそうに踊ってた。オリオ本当に楽しそうに踊ってたよ。本当に楽しかったもん。だって本当に楽しくて時間過ぎるのが早すぎた。何人もかっこよかった。何人もね、かっこいいよね。そう、めっちゃいい。3回だったけどオーディオとバイメンだけは即見つけれた。あ、本当に。ハーフツイン昨日多かったじゃん。そうだから結構見つけるにくいかなと思ったんだけどね。あら、マニーありがとう、花束。たまに見失った、やっぱり。どこにいるってなった。かろうじて肉眼で見れた。あ、よかったよかったよかった。チェコちゃんさ、
客席から見て右の方にいたよね。リオと逆の方にいたよね。多分そうだよね。なんだかんだ全曲知ってたから楽しめた。夏曲も好きな曲も聴けたし、おーよかった。すげえいいライブだったし、本当に行けてよかった。嬉しい。見えた？上からだったでしょ。見えたか？リンクください。オーリュちゃんはプロのアイドル性を感じた。みんな可愛かったけどさ。嬉しい、ありがとう。そう言ってくれて嬉しいです。アイドル何年やった？9年ぐらい。そうですね、もう9年やってますアイドル。嬉しい、だからそう言ってくれて。オーリュ最後泣いてたのにつられて泣いた。そう、もう無理だったわ最後。泣いちゃったやっぱり。双眼鏡で見てたので判別いけました。おお、ありがとう。目なんか酔ったりしなかった？双眼鏡でこうやってやってたら。オーリュ1回しか近くに来てない。ごめんね、向こうの方あんまり行けなくて。配信見たすぎて仕事放り投げてきました。大丈夫？ありがとう来てくれて。ね、いい歌多いのにもう聞けないのか。それな、もうさ、もったいないよね。もったいない、もったいない。りおちゃんこんばんは。お見送りでりおちゃんに会えて嬉しかったです。ありがとう、嬉しい。なんかあれ、そう、1期2期2期アンダーって分かれてたの昨日って。2期と2期アンダー一緒だった？別？どうなってたのかな。すごい、たくさんの方がお見送り来てくれて。数年オイリを見てたからか、髪型同じでもすぐ分かるの。自分で引いて笑った。めっちゃ好きじゃんとか言って。ありがとう。昨日はグッドティアーズ流せたわ。いいね、よかった。それはいい涙流せて。アリーナ後方で見えないと思ったけどめっちゃ見えた。よかったね、よかったよ見えて。リオも結構見えたし。俺のいたところはいい席でもなく悪い席でもなく、大きな声で言うほどもでもほどでもない席でした。なるほどね、まあ普通普通って感じ。ボクサラの時目の前すぎて泣いた。ね、近かったよね。そう、ボクサラどうだった？みんなリンクね得意なんですよ。友達の双眼鏡借りてたら興奮して部品どっかに飛ばしてしまった。やば、どんだけ興奮してるの。背中の写真撮れました。あ、真正面の写真は撮れなかったですか？あ、2期と人気アンダー一緒だったんだ。あ、そうだったんだね。待ちが長かったお見送りで。いや、そうだよね、なんかすごいたくさんの方が来てくれてね。昨日はありがとう、感動した。ありがとう、会えて嬉しかったよ。どこにいるか分かったし、とても良かった。感動した。ボクサラよね。そうなの、ボクサラマジでいいよね。お見送りの時2回とも覚えててくれて本当に嬉しかった。忘れないよ、忘れないで。リオも忘れないよ。オーリュの歌声パフォーマンスも大好き。嬉しい、ありがとう。オーリュの声のかすれが昨日の暑さを物語ってる。ですよね、やばい。なんかめっちゃ声枯れててさ、本当にびっくり。あたりくじ生で見れてよかった。あ、ね、それそれな。当たりくじマジで楽しかった。もうフルで歌いたかった。当たりくじあっという間だった。熱帯活動終わったらリオちゃんとも会えない？なんかまだね、わからないけど、また会えるように頑張りますので。リオもだからずっと待っててほしいです。
ライブですごく疲れてるのに疲れた顔見せずにお見送りしてくれて本当に嬉しかった。いやそんな、皆さんと近くで会えるのが嬉しかったですよ。リオは昨日はお疲れ様でした。横通った時のファンさ本当に嬉しかったです。あー嬉しい。いやリオも近くに行けて本当に嬉しかった。霜降りさん来てたのかな、わかんない、来てなかったと思う、忙しくて。多分ライブ終わって会場出るまで1時間かかった。えね、そうお見送りも1時間以上かかったよね。え、ゆうありがとう。え、ありがとう。ラスアイタワー大地も、ありがとう。当たりくじリオちゃんの幸せ、楽しそうな笑顔が見れて幸せだった。嬉しい、楽しかったもん本当に。ボクサラのダンスバージョンの YouTube、 うわーやりたかったな。そういうのもないね多分。え、残したかったな、リオも YouTube とかに。うん、いやそうだよ、今日はね昨日の感想を話すことにいっぱいいっぱいで食べ物が出てきませんね。あ、17歳の扉ね、いいよね。白ドレス本当に似合ってて可愛かった。そう、あの昨日のねコンサートのためにね新しく衣装作ってくださって、マジで可愛かった。あの衣装、失恋乾杯歌ったよ失恋乾杯歌いましたよ、お昼にね。でもめっちゃ短かった。欲を言ったらグラスにいっぱいのとこも歌いたかったです。はい、短かったよね。失恋乾杯ってさ、サザエさえ短い曲なのにさ、え、めっちゃ短いやんってなった。ゆう、ラスアイタワーありがとう。白ドレス生写真のじゃない、あれとはまた違くて、あのコンサート用に新しくもう一から作ってくださったんです、あの衣装。嬉しいね。昨日お疲れ様でした、ありがとうございます。ライブ見てて10回くらいこれから頑張ろうってなってた。嬉しいんだけど、なんかそうやって思ってくれるの。マジか、リオも頑張るよ。夜の部泣いてた最初、あ最初ね、あそう最初ね、そうバンドーゴンだっけ、そうちょっとうるったね、気づいたいやなんかあの客席全部埋まってて、なんか景色が綺麗すぎて泣きそうになっちゃった。そうマジで綺麗だったステージからの景色が。え、スカイツリー行くの今からいいね、夜景かな。そうやっぱお昼はね、あのやっぱ全曲やるってなるとメドレーにしないとね、あの尺が足りなくて、そう結構短くなっちゃいましたね、いろいろもったいないね。アイドルの笑顔ってこんなにも幸せな気持ちになれるんだね、嬉しい、そう言ってくれて。いやそう短すぎて記憶になかったいやそう本当にそうなの、一応ね全曲やりましたよ。プロテアちゃん推しにタイに行こうか、真面目にケンタちゃんマジで本当そう、これからねラストアイドルの曲を歌い継いで行ってほしいですね。いや本当いい会場だった。全曲フルだったら9時間くらいいる。え、そんなにいるの。え、でも結構時間かかるよね多分、もう全部フルだったら。確かにどれぐらいかかるんだろう。そう曲が終わる前からねもうスタンバって用意してて、でもあのつなぎとかすごく良かったよね。なんか17歳の扉のなんかメドレーで曲もつながってるから、なんか最後の位置とかも変えたりして、そうだから昨日はリオは17歳からデジャビがつながってたんだけど、最初の1列になるのね、デジャビって。そうだからその位置に17歳の扉の終わりにね、その位置についたりして、いろいろねなんかこういう立ち位置とかも変えたりして、リハーサルではねなんか間に合わなかったりとかもあって、
あ、でも昨日さ、いつキスさ、間に合ってない子いたよね。誰だ、みーちゃんとゆめちゃん、まゆめか。あれ、いないって思ってさ。そう、あーね、しのぶさんもツイートしてた、見た見た。9時間でもありみんな寝ちゃわない？昼公演と夜公演の間思ったより短くてびっくりした。え、それな、なんかね、リオたちもご飯全然食べる時間なくて、もう超急いでお腹に詰め込んだ。うん、みんなも時間なかった？こんばんは。天の声さん、うるってたのでもらい泣きしたね。やばいよね、天の声さん、マジでいい人です、本当に。泣いてた式の最後ね、メンバーとの挨拶で。愛を知る楽しかった？マジで楽しいよね、愛を知る。あ、誰かの夢叶ったの時に、あのね、ルナタソが出ちゃったらしいよ、間違えて。昨日言ってた、なんかルナタソが間違えちゃって、本当に棋聖さんに申し訳ないとか言ってて、ルナタソが。そう、多分ルナタソだと思うよ。あ、ハチヒロ、ハチありがとう、嬉しい。今順番に帰ってるからちょっと待っててね、ありがとう。あいつ楽しすぎて7回死んだ。7回死んだウケる、7回死んだかいや、声出ししたらもっと楽しかったよね、絶対に。よし、できた。ユウ、お待たせ。ユウラスアイタワー、ありがとう。でれれれれ、ありがとうね、嬉しいよ。色落ちしたかな？てかさ、なんかさ、いつもの髪の毛の色に戻ってねって思って、なんかもうなんか、そうだよね、ちょっと暗くなった髪の毛。旅に出てきます、また。いってらっ。けど8回生き返った、7回死んで8回生き返った。あのスペースで何人もやってるのすごかったな。あ、でも結構ね、意外とね、奥行きあって大丈夫だった。あ、でもまああれ、サバイバーがちょっと狭かったかな、あの階段があったからね。遠目で見ると戻ったように見える。あ、本当だよね一応ピンクブラウンなんだけどね。そう、なんか鏡とかで見ると、あれ、いつもの自分だってなるライブ楽しすぎて50回死にめっちゃみんな死んでるやん。炎ね、熱かった、ちょっとだけ。てかもうすでに熱かったから、なんか炎のせいでとかじゃなくて、もう常に汗かいてて、もう炎の熱さ感じたけど、本番はあんま感じなかったけど、リハでは感じたけど、ボーってきたのが。そうそう、次、大地ね、大地角ね。これ何、クマちゃんタワー？え、何これ、ケーキ？え、何これ、かわいい。クマケーキタワーなのかな。大地もありがとう、手作りで作ってくれて。マジですごい、なんかああいうのはさ、手作りで作ってくれる方ってほんとすごいなって思う。器用、器用だね、ほんとに。ライブの振り返り間に合うよ、全然。今ちょうど振り返ってるとこなんで、全然間に合いますよ。感想あったら送ってください、うん。え、炎小さめだったの、途中が大きくなったの？え、こっちさ、歌踊ってるからマジで見えてなくて。そう、炎がね、どんな大きさで出てるのかとか分かんなかった。え、客席まで来た、マジで。アーカイブ残るみたいだよ、今コメントできた、よかった。そう、しかもね、 CS ディライトチャンネル1でもね、配信とか放送があるので。夜勤いってらっしゃい。
明日配信したいなって思ってる。帰ってき次第かな、イベント終わって。うん、間に合えばいいかな、間に合えって思いながら。なんだこりゃ、どうなってるの、ケーキあんまり見えない。あ、そうだ、メモリアルブックマジでまだ手に入ってないんだけど、リオどうしよう。でもね、多分もらえると思うんだけど、てか普通に買いたい、なんなら。そうだ、昨日言ってたんだよ、全員分あるよって。でもなんかもらえなかった忘れられてたかな。本当に早く見たいんだけど、メモリアルブックどんな感じなのかな、気になる。売り切れ、メモリアルブック売り切れてたの、嬉しいですね。いや、そう、なんか結構ゲットしてほしいなって思ってたからさ、みんなに。でれれれれれ、あ、いい感じ、意外とうまいかも、ケーキの絵。でもちょっとね、あんま見えなく、見えにくくてね、どうなってるのかわかんないけど、多分こんな感じかなって感じ。足りない部分もあるかもしれないけど、ネタバレしますね、めっちゃ面白かったです。嬉しい、面白かったんだ、早く見たいな。明日見れるかな、きっと。多分そこのホテルも明日で終わりかな。あ、確かに、え、確かにね、本当だよ。うん、全員分のページあってメッセージもあってよかった。おお、早く見たいな。大地、熊系来たわ、ありがとう。じゃーん、なにこれ、なにこれ、かわいい、なに今の、結婚とか関係あんの、このギフト。そうなの、なにこれ、え、ありがとう、なにこれ、何なんだろう、鈴、鈴じゃない、なんだ、なんて言うんだこれ、え、ありがとう大地、またまた嬉しいよ。ダメ、誰もダメ来ない、誰もダメです、来ないから。おもろい、嬉しい。はあ、ウェディングケーキとかじゃないの、ケーキのターン。あ、そういうこと、確かに。なんかこのクマちゃんとかもさ、結婚みたいな感じで、結婚のさ、ギフトつく、やっぱできたのかな、やっぱり。八ヒロ八角ね、ありがとう。結婚のギフトできたね、絶対。ウェディングベル、それ言いたかった、ウェディングベルだよこれ、ありがとう。ウェディングベルも、え、タワー2個分これ、うん、ありがとう、嬉しい。八ヒーロー八のは、これ何、これクマさ、下何になってんの、あ、クマがウェディングドレス着てる、もしかして。そうっぽい。ほっといて選手権理解するの時間かかった。あ、確かに確かに、あれじゃちょっと分かりにくいかな、確かに。すでに分かってる人たちが見たらあれだけどさ、確かに。ほっといて歌いたかったな、残念残念。
ジューンブライドのギフト。何それ、そうなの。確かに分かりづらい何これってなった、急にさ最後のバトルとかなってね。あ、緑ない、緑ないや、どうしよう、毎回ピンクで。リオはほのちゃんと組んでたよ。もちろんほのちゃんですよ。一緒にエントリーしたけどダメでしたほのちゃんがね引きに行ってくれて、ダメだったごめんねって言ってたそう、なんかね余り物しかなかったみたいで、ほのちゃんが、そう、もうこれしか引けなかったやつでって、ほのちゃんとほっといてをやりたかった。話すときは敬語の方がいいですか？え、全然タメ語でいいよ。タメ語で話してください。こんばんは、昨日素晴らしかったです、ありがとう、嬉しい、楽しかったね。当たりくじの衣装、おりおさんすぐ見つけた、本当にすぐ分かりましたか。あまり物には服が来なかった確かに、おりおとほのちゃんとか見たすぎたね、絶対良かったよね、自分たちで言うっていう。ハチヒーロー、ハチウェディングクマありがとう、ウェディングドレスクマか、ありがとう。クマ、イエイ、ありがとう。あ、お疲れ様でした、 ID マニアヤッホー、ヒョックかわいい、ありがとう嬉しい。一瞬雲晴れの企画と、あ、確かに当たりくじとか言ってるから確かに雲晴れかって思うよね、確かに確かに。じゃあ第一のウェディングベルだっけ、ウェディングベル書くね。そしたらタメでいきますね、もちろんタメでお話ししよう。シンフォニー聞けないのが、シンフォニーもう聞けないのが辛い、シンフォニーね、本当にいい曲すぎるよね。お疲れ様です、昨日昼夜とも行きましたが、青春シンフォニーでもやばかった、やっぱみんなそうだよね。オーリオ&ホノピの本当に見たかったな、超やりたかった本当にオーリオのたまに出す変顔が好き出ちゃう出ちゃう、たまにね変顔するのが好きで、変顔するの好きとかやばい オーリオの影響で今日新大久保行ったらインド人だらけのとこに迷い込んだ。え、新大久保でインド人の方がいるとこどこだろう。俺と話したかった、いやもう本当にリオも話したかったよ、じゃあちょっとウェディングベル書いてみるね。これうまく書けますかな。このさ、リボンめっちゃ可愛いね。色塗りしてます、今僕たちは空を見るは辛かったな、いい曲ですよね、本当に泣けるだけど、あの曲もう披露できないのがもったいないですよね、今後
何か書きよる？あ、書いてる。今ね、ギフト書いてるの。そう、タワーのお礼書いてるな。3時間半の長丁場に慣れてなくて座ってたらケツが痛くない。確かに、そっか、見てる皆さんもそっか、座ずっと座ってなきゃいけないから、確かに確かにお尻と腰が痛くなりそう。それは巻いた髪の手が好き。あ、これ巻いた髪え、嬉しい初めて言われたかも、巻いた髪の手が好き。そう、最後の最後のダイジェストはね、リオたちも裏でそれ見て泣いてまして。あの剣みたいなもの持ちながらパフォーマンスするのが初めてだったけど、うん、うん、剣みたいな、あ、何人もですか？何人もは初めてじゃないよ。ちょっと待って、難しいかもしれない、意外とベルの形が。こんなもんか。あ、いい感じ、いい、いい感じ、いいぞいいぞ。これ下なんだろう、何、どうなってんのこれ。お花か、アイビト、あ、あ、アイブキとナンビトがちゃってる。あ、そういうこと？そういうことかもね。確かに。あの剣ください。いる？いる？そうだね。夜は確かに表題曲多めだったね。なんかみんなでやる曲多めだったかもしれない。あ、剣ね。なんか、そう、あんまりめっちゃ重いわけでもないんだけど、意外と持って踊るとね、なんかちょっと重い、あ、重いと言わないかもしれないけど、なんかめっちゃ軽いわけでもないんだよね。そう、できた。ちょっと難しいな、難しかった、意外と。なんか思ってたのと違うけど、あ、木刀よりは軽い、うん、木刀よりは軽いし、あとなんかゴムみたいでちょっとなんかブニブニしてんのね、あの剣の部分が。あれは2期生？あ、違いますよ何人もやってたのは、あの1期2期混ざってる、あと選抜ですね、選抜メンバーです。愛武器は2期生、剣持って歌ってたのは、選抜です。何人もの選抜。昼にやった曲は夜にやらないと勝手に思ってて、表題曲ほとんど夜やらないかと思った。あ、あー、そういうことか。そう、両方一応やった曲も、サバイバーとかトレインとか愛を知るとかも両方やったね。そうなんや、あれ画面抜かれてて最高やった。え、何？何が画面に抜かれてたの？当たりくじマジで楽しかったよね。そう、リオも大好きなの。あのポンポン持って踊るのがすごい楽しい。オーディオはきちんとコメント拾ってくれて優しい。そんな、そう、みんなでこうやって見ながらね、あの お話ししたいので。はい、大地、ウェディングベルありがとう、本当にありがとう。ラブウェディングベルありがとう。ありがとうね、嬉しい。そしてマッチもありがとう。パフェ、パフェタワーかな、ありがとうございます。こちらこそだよ、ありがとうすぎる本当に。え、うまくなったあ、ね、模写は得意なのよ、何回も言うけどね昨日映ったで、ワイラ。映ったの？あれに？画面に映ったの？いつ？見たかったな、リオも。あれ、ペンどこ行っちゃった？あれ？
袋どっか行ったんだけど、今書いてたのに。どっか行っちゃった。あれ、ん、あった、あった。お隣男性2人組が初めて見たライブが昨日で、生パフォーマンスに大感激してた。嬉しい。やっぱライブっていいよね、本当に。明日って歌はないよね。歌ね、言っていいのかな、言っていいのかな。ほんちゃん言ってたか。一応ね、ある、一応ある。でも昨日みたいながっつりライブはあれですけど、一応ねあります。シンガポールより遠くから来た人の質問で手挙げたら、何それ、めっちゃ面白いんだけど。どっから来たの、じゃあどっから来たんですか、あなたたちは。面白面白いね、さすがオリオンズだわ。ちょっと待って、黒、黒ペンどっあった。こんな大人数のパフォーマンス初めて見た。え、本当ですか。迫力ありますよね。早着替え忙しかった。うん、そうね、結構。でもね、よ、最後の方も結構大変だったかも。当たりくじからの青春トレイン、青春トレインかのブレイカレッグとかやばかったかも。乱れた感じがセクシー。嘘。サバイバーの後ろの更新は周りで驚きの声だった。あ、本当？あれね、でも確かに初めて見た方はさ、すごいってなるよね。結構すごいなって思う、自分たちも。ファンミ的なやつでライブないかと思ってた。確かに。まあでも振り返りトークとかが中心なのかね。なんかリオもあんまり分かんないんだけど、明日のこと。でも一応ね、歌うから楽しみにしててね。あ、お手伝いさん、あ、そう、あの一応ね、スタイリストさんがあの手伝ってくれたりしてくれます。後ろチャックやってくれたり。一人だったら多分間に合ってない。明日後ろの線、後ろの方の席。マジか。え、でもまたあのボードとか持ってきてくれたら見つけるから。あ、そう、明日もうちわとかみんな持ってきてね。うん、ペンダとかも。うん、当たりくじやりたいよ明日。やりたいよ。リオもやりたい。メンバーと写真撮れてない、あんまり。明日撮るね。忙しすぎてね、昨日本当になんか写真とか撮ってる時間があんまりなかった。マッチパフェタワーありがとう。ケータリング、あ、そう、すっ、昨日ね、そう、お昼終わった後に楽屋戻ったら、なんかめっちゃご飯置いてあってね、うん、めっちゃ最高だった。あのね、何があったかというと、 こんくらいのハンバーガー、ミニハンバーガーと天むすと、あとサンドイッチとか、なんかお弁当とか、フルーツ、フルーツサンド、もうなんか天国かなってなった。そう、でもね、あんま時間なくてゆっくり堪能できなかったのがちょっとあれなんですけど、でもすごい嬉しかった、幸せだったね。だからそういうところでしっかりご飯を食べてたから、リオはあの最後まで元気でしたね。やっぱ食べるって大事だなって思った。あ、あのね、メンバーのご家族からじゃなくて、それはあの多分野菜に関わってくださったファン、あのファンの方じゃない、あの関係者の方々からのですね。で、フルーツサンドね、美味しかった。え、でももうちょっといっぱい食べたかったな。なんか全然食べれなくて、そう、時間なくてね。え、天むす1個しか食べれなかったの、リオ。超ショック。あんなにいっぱいあったのに1個しか食べれなかったの、食いすぎる。食いあり、食いありよ。天むすもっと食べとけばよかったな、超美味しかったもんだって。名古屋名物天むすですね。うわー、1個しか食べれなかったな、もったいない、もっ
ちょっと食べたかった。こんばんは、ヤッホー、昨日ぶり。食いだけに食いすぎるそう、食いだけに食いあり今日一声が大きくなった気がした。確かに思ったわお、声が大きくなってしまった。そんだけ食べた、もっと食べとけばよかったなって思って。えっえっ、 ID マニア、マニアありがとう。ウェディングベル、マニア嬉しいんだけど、ありがとうね。みんな夕飯の時間で遅くなりました。あー、そっかそっか、お疲れ様。今ねちょっと書いてるから待っててね。今マッチの書いてる。夜ご飯は食べてないかな。今日は本当に可愛いです。いや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 ごまおよ。ミニストップのハロハロ大好きな桃、あ、ねえ、それめっちゃ気になってるんです、桃のやつ。鼓膜破れたもん。え、そんなに大きくなった確かに名古屋帰ったら食べれるけどさ、なんかそれとはまた違うじゃん。なんかあのああいうところに置いてあるのってさ。昨日は会場のショッピングモールでずっとラストライブかけてくれてた。え、そうだったの。めっちゃ嬉しい、ありがたい。本当にもったいない、ラストアイドル終わっちゃうの。本当にもったいないです。いやいや毎日可愛いですってか。違うよ、漏れてないよって話よ。全然今日はだって目元しかメイクしてないですしね、うん、なんで全然可愛くないです。だって今日なんてむくんでるよ、多分むくむく。昨日は打ってで打ってくれてありがとう。あ、打っての方ですかいえいえ、いつでもやります。昨日も今日もありがとう。こちらこそありがとうね。おすすめの天むす屋さん、いや待って、わかんないな。あれなんかね、たまに差し入れで天むすのいただくんですけど、それがすごい美味しいんだけどね、どこのかちょっと名前がわからない。ごめんね、何も覚えてなくて。これさくらんぼ、なんかちょっと色がさ違うから変な感じ、変、ちょっと変かもしれないけど一応かけました。天むすはエビが一番。え、そうだよ、え、天むすってエビだよ。エビしかないよ。天むすっていうのはエビだけだよ多分。マッチパフェタワーありがとう。ありがとう。あ、エビ以外もあるの天むすって。でも名古屋はエビだからかな、エビしか知らなかったよ。ちくわもあるの。え、それ天むすっていうの名前。ありがとう。昨日ちょっとしたハプニングがあってさ。何があったの。明日天むす3つ食べます。あ、そうなのいいな。リュウ昨日1個しか食べれなかったんですよね。寿司で何が好き。お寿司、リオはあの大阪にあるうなぎバター、次年のねうなぎバターが大好きですね。次年っていうお寿司屋さんのうなぎバターが好き。あ、でも普通にね回転寿司、あのくら寿司とかだったら、牛カルビと、うーん、牛カルビと、あ、まあうなぎ、あのね、そうお寿司じゃないじゃんっていうようなネタが好きです。エビとかサーモンももちろん好きなんですけど、お肉系のとか、あとなんかエビ天、エビ天乗ってるお寿司とか、そういうのが好き。え、サーモン大好きだよ。そう、でもくら寿司とか行ったらエビ天、赤エビ、牛カルビ、うなぎ、この辺をね、あの順番に食べてる。え、赤エビ美味しいよね。
気が合いそうです。気がっていうか食の好み合いそうですね。リオも赤エビ好きですよ。ねえ、次年行きたい。うなぎバター、そう、あのね、大阪しかないんだよ多分。いくらを、あ、いくらも好き、いくらも好きだよ。ちなみに自分は生ものが苦手だから、おごちゃんメニューが好き。ということは卵とか好き。小さい子卵好きですよね。リオのいとこもね、ちっちゃい時卵めっちゃ食べてたから。そう、こってり系ばっかりだね。確かに小肌食べたことないな。マニアの書こうかな。マニア縁側、縁側ちょっと食べた記憶ないかもしれない。あんまり食べないかも。ウェディングベル、温泉卵美味しいよね。好きだよ。さっきね、1個書いたんで、ウェディングベル、すでに。そう、だから2回目、今から2回目書きます。次年仕事場の近くです。え、超羨ましい。行きたい時いつでも行けるじゃん。いいな。のどぐろ、のどぐろって高級なイメージがありますね。あんまり食べたことない。のどぐろ、今日普通に配信してるから全然ラスコン終わった時間がない。昨日あんなに泣いたのに。え、そうだよね。そう、リオもね、ない、まだ。明日で最後だからさ。トミカ、トミカって車じゃないの？あれ、なんか、あれ、トミカ、トミカ、プラレールっていう CM あるよね。楽しすぎてお家帰りたくない。え、いつ帰るの？明日？明後日？明日5列目から見ます。お、近いね、昨日より。昨日後ろの方にいたけどね、わかったよ。お寿司を醤油つけるよ。え、つけないの？逆に。あ、ホワチョコつけないの？うっそ。え、つけた方が絶対美味しいって。マジ？つけるよ。お刺身も、あ、当たり前だけどさ、絶対つけるよ。はじめくん寿司にケチャップかけてた。それはちょっとわかんないかな。お見送りで見つけたよってポーズしてくれたよね。あ、そうそう、これ見つけたよってポーズした。つけない、美味しいよ。絶対つけた方が美味しいって。全然、え、つけた方がいいよ。え、わさびもつけない。え、じゃあでもわさびだけつけてもだな。お醤油とわさび両方つけるから美味しいんだもん、だって。あれだけ後ろの方にいたのに、よくうちは見つけてくれたよね。すごすぎた。え、見つけました。やっぱり目いい。目がいいからかな。結構ね、見つけた。あの、一回だけじゃなくて、上の方にいる方もリオのうちは見つけた。そう、意外と頑張って見つけましたよ。上の方にいる方です。いや、目立ってたからね。もちろん分かったよ。焼肉は、あー、なんかね、焼肉はあの普通だったらつけないけど、結構あの油乗ってるお肉とかだったらわさびつけたくなるかも。美味しくない？油乗ってるさ、お肉にわさび醤油食べたらめっちゃ美味しいよね。
お待たせマニア。マニア、ウェディングベルありがとう。こんばんは。マニア、音符。マニア、ありがとう。こんばんは。ありがとね。そうだね、確かにいいお肉はわさびか塩。あ、確かに塩もいいね。あら、結婚してギフト。結婚してダメだって言わないで。あ、柚子胡椒美味しそう。わ、柚子胡椒いいね。え、でもなんかあんま置いてなくない？焼肉屋さんに柚子胡椒ってあんま置いてないな。あれ、見つけたよポーズだったんだ。あ、そうだよ、これ見つけたよポーズだったの。見つけたよってポーズ。後ろの1階の後ろの方でも通路まで来てくれて嬉しかったね。近かったよね、ちょうど席に。明日配信遅く帰るメンバーのために25時までできるのか。え、そうなの？お留してた感じ。え、そうなの？え、知らなかった。え、何それ、初知りです。何それ。え、明日1時までできるの？じゃあ明日配信できるじゃん、よかった。何それ、知らなかった。知らなかったよ、今知ったよ。明日夜更かしだね。まあいつも1時なんて余裕で起きてますけどね。え、ね、目玉カチューシャじゃないよ、これ見つけたよポーズだったんだよ。入場特典の昼の部オーディオ弾きました。お、本当にありがとう。あ、音符3つだった、本当だ。もうマニアさんならいいよだって。あ、いいよだって。今ってメンバー全員ホテル、いや全員じゃないと思う。多分昨日夜遅かったから泊まったメンバーもいるけど、多分帰ったんじゃないかな、大体のメンバー。うん、さっき公式からツイートされた。あ、そうなんだ、知らなかった。へえ、レアだね。まあ確かに最後だしね。そっか、よかった。明日いつも何時に寝てる？なんか次の日に起きる時間によるけど、だいたいリオは遅いですね、いつも。何時だろう、昨日とか4時ぐらい寝たかな。4時半、4時過ぎ。ほなちゃんはそうだね、帰る。あ、でもね、迷ってたよ最初。そう、あの今日がオフだから、なんかみんなでご飯食べたりとかちょっと迷ってたけどね、結局帰ってたね。昼の1時じゃないでしょ、どう考えても。夜の1時です、夜中の1時ね。昨日苦しくなるくらい泣きました。マジで、お見送りの時元気なオリオさん見れて安心した。元気です、リオは。天然水かな、天然水ですね。明日1時までやる、1時までできるなら1時までやりますよ。昨日のライブオツニだ。明日は常滑の人と見てるわ。そうなんだ、了解了解。今日はセブン入れでカネフク明太子とポテトのチーズ焼き。え、美味しそう、それめっちゃ美味しそうじゃん。ね、天の声さんのコメント素敵だったよね。なんか直接ね、昨日ライブ終わった後全員で集まってまた話してくれたんだけど、すごい言い方すぎた。アカウント残るのか分かんないよ、もどうなんだろうね。水曜日午前半休にして大正解だ。おお、大正解それは。確かにお見送りの終わりを元気な印象しかなかった。あ、本当に？嬉しい、嬉しいですね。やっぱライブだから遠いじゃん、お見送りで近くで会えるから嬉しくて。2時半に起きる身には辛いです。
ねえ、もうそれ寝れないじゃん。1時間半しか寝れない。天の声さん多分前の後ろで喋ってた。嘘あそこで喋ってたんだ。まさか綿棒降りると思わなかったでしょ。そう、サプライズ昨日帰ってきたの遅かった。普通に12時過ぎてた。お見送りで見つけてくれてありがとう。いや、見つけるよ、もちろん。ありがとう。元気のないオリオって病気以外にありえるのないないね多分。病気でもリオ食欲はあるからさ。一期生のスマイルバトル、 M ステ階段の下り、あああれね、楽しかった。あーそう、昨日全身タイツ群れいたよ。びっくりしたよびっくりびっくり。全身タイツの群れ面白すぎた。めっちゃ目立ってた。お見送りみんな手振ってたのに、池松姉さん足組んで手膝に乗せて笑顔でいたの。神々しいじゃないわ間違えたまた間違えたんだけど、死ぬ間違えちゃったよ。やっちまった。いや、間違えた。無理無理、ごめんね。はあ前もやっちゃったんだよ。これ何回目かな。これいつもこう言っちゃうんだよね、リオ何回目かな、この間違いしたのそのまま読んじゃうんだよね、いつも。そう、ユニットの時ね、みんなペンライトの色変わってた。そうそうそう、ナンビテの時は赤だったよね。すごい綺麗だった。ギフトいっぱいで可愛いね。可愛いよね違う読みにくくないよ全然。リオが間違えてそのまま読んじゃったから。初見です、どうもありがとう来てくれて。二階席明日は言い間違いメモ、言い間違いメモなんてしないでそう、自分なりに読んじゃう時ある。特にリオはあります。神々しいね。いや、わかるんだよ、考えたらわかるの。でもね、そのまま読んじゃうのいつも。バイメと話してん、 スマイルバトルでバイメと話してるとこ尊すぎた。あ、見てた。そうそう、暑いねって話してたもん。めっちゃ暑いって今何の話してたっけ。いや、何の話してたっけ明日はなんかね、イベントがある。最後になんちゃらパーティーがあります本当に最後のイベントですね神々しいの話か、神々しいの話ね。はいはいはい考えないと分からないの。かわいい、あ、かわいい、かわいいって思ってくれるならいいねね、明日を迎えるの無理すぎる。わかる。いや、もう明日こそ実感湧くかな。いや、湧くよね、きっと。本当に最後なんだもん手羽線、バリ線って何？何それ。名古屋出身だけどわかんない。てか昨日思ったけど身長高めなのやっぱいいね。エリオが？そう？本当？嬉しい。確かに。ああ、立ちたい。確かにね。ダメなのかな？わかんないな。わかんない。
そう、ペンライトもね、うちわも持ってきて。明日もよろしく。昨日と同じ持ち物で。明日があるからまだ正気保ってられる。あ、確かにそうだよね。リオもそう。フォローしました。ありがとう。フォローしてくれてありがとうございます。ペンライトのカラー？ピンク。ピンクです、リオは。カバンそのままだからそのまま持ってく。確かにそうだね。そのまま持ってきてね。薄ピンク、ピンク、なんかね、どっちだろう。なんかピンクならどっちでもいい。うん、どっちでもいいよ。なんかペンライトだったらピンクの方が濃くていいのかなとか思うけど、どうなんだろう。2種類あるよね、ピンク。あ、もっとある？そう、結構あった気がする。で、リオもどれにしようって迷って、自分でも迷ってたし、多分どっちにしてる時もあったの。だからどっちでもいいよ、ピンクなら。あ、電池減ると色混ざるの、そういうこと。サーモンピンクではない、普通にピンクですね。明日が最後なのでショールームメンバー全員フォローしました。あ、嬉しい。明日もやりますのでぜひ見に来てくださいね。了解、ピンク2本振ります。おお、いいね。ありがとうございます。あ、昨日は薄ピンク、薄ピンクで振ってた。え、いいよ、全然ピンクでも。え、ピンクと白が死んで悲しかった。マジか。じゃあ電池の替えが必要だね。明日はでも新しく変えていけば大丈夫か。え、混ざりすぎて新しいカラーできたと。あ、そうなの。じゃあやっぱり替えが必要。パールピンク、どれがパールピンクなんだろう。確かに電池の替えが必要かもね。この色なんでしょうクイズ。わかんなそう。あ、ピンクすぐ出なくなるの？へえ、そうなんだ。確かにそうだよね。何時間も何時間もそれはずっとさ、つけてたら出なくなるよね。ラブコッチの時は黄色振った方がいいの？あ、うん、でも確かにラブコッチの時黄色振ってる方が多いかもしれない。ラブコッチのカラーが黄色なんでね。白も消耗激しい。あ、そうなんだ。なんでだろうね。おめでとうございます。結婚式呼んでくださいね。ウェディングベルをじゃあご用意しましょうか。白は200色。そんなにあるの？絶対どれも一緒に見えそう。なんかわかるよ、電気の色とかさ違うのはわかるけどさ。ラブコチの時は黄色とピンクの2本持ち。あ、いいね、それ。投資で使ったら最後白使えなかった。あ、そっか、お昼夜でね。何時間よ、だって合計ね。確かに。よく見たらわかる？本当に？初めわかんなそうじゃん。でも確かになんかネイルとか言ってもさ、白もいろんな種類あるからさ、ね。はじめわかんなそうは臭すぎ。ごめん。なんでなんかわかんなそうだもん。昨日のライブ最高だった。え、嬉しい、ありがとうございます。来てくれて本当に最高だったよね。リオも最高でした。なんかもうあっという間だった。本当にあっという間、それしか言えない。うん、
客席行けたのがマジで楽しかったな。ね、昨日に戻らんかな、それな、それな。昨日テンラ新しい電池で挑んだらめちゃめちゃ明るかった。やっぱ電池変えるとあれなんだね。間に合わそうになって逆走していくの可愛すぎた。え、そう、マジで間に合わなくて焦った。あれやばいって思って、昨日余韻やばすぎた。嬉しい、やっぱ余韻ね。リオも余韻に浸ってて、昨日ね、あのライブ映像見てて、そう、自分も余韻に浸ってた。人の名前覚えるのすごすぎてビビりました。イエイイエイ、グッドグッド。覚えれました、嬉しい。マジいろんなもの着せてきたわ、ユータランドさん、ゆるさん。そうだ、自分が好きで着てるんじゃねえ。そうだよ、リオはね、決して絶対着てとは言ってないんだもん。だから結局自分が着たいから着たんでしょ。ほらね、ほら、そうだ、気に入ってるでしょ、ほら。今日も余韻に浸ってた。そう、仕事にならん。わー、嬉しい。夢にまで余韻登場してきた。うっそ、マジで嬉しい。よ、何、夢でもライブしてたってこと。アリーナだったけど、時々スタンド席まで見てました。ファンのペンライトが美しくてね、本当に美しかったよ。もうね、ステージから見る景色やばかった。撮りたかったもん、普通にスマホ持ってって。そう、スマホ持ってて撮りたかったの。え、ねえ、やればよかった。一回抜けて。アンコールかどっか、ラスターよろしくか、まぶ、流れ星でもいいけど、一瞬はけてスマホ持って撮ればよかった。うわやればよかったな。ココイチな、え、いいな、未だに行ったことない。指原さん会えなかったです。多分終わったらね、すぐに帰ったかな。この1年でやっとイベント行くようになって、もう会えないの寂しすぎる。ラス会はね、終わってしまいますが、また会える機会あったら会いに来てくれ、ください。ライブサボんじゃねえ。違う、決してサボるわけではないんですよ。え、じゃあ、あのさ、ステージからの景色を撮りたいんだよね。だからマネージャーさんとかさ、ステージにいないじゃん、だから撮れないからさ、あのメンバーからのからしか見えないから、その景色は。だからこっちから撮りたかったかも。そう、ライブ中の自撮りに憧れてんだよね。 K-POP とかよくやってるけど、憧れあった、彼やってみたかったな。今まで本当にありがとね。ラストアイドルに出会ってなかったら今こんなに充実してなかったと思う。嬉しいです、そう言ってくれて。確かに照明さんがコントロールしてるんでしょってくらいペンライトさっと変わってた。それな、本当に綺麗だったよね。確かに撮影タイムならメンバーを撮っていいじゃないね。だよね、リオも思う、メンバーも。ただ裏にあるからさ、ちょっと時間かかるっていうね、携帯取りに行くまでに。あ、まあでもすぐそばに置いとけばよかったんだけど。トワイスも東京ドームで出た。あ、やっぱそうだよね、よくやってるよね、こうやってイエーイって楽しそう。3階席の企画よかった。何の企画だろう、3階席の企画。 あれかな、ファンの方が映ったってやつ。昨日リオ近くに来てくれて嬉しかった。エリオも嬉しかった、客席行きたかったから。はじめ撮影の時俺ら撮ったわ。撮るとこ違うやん。
曲と曲の間にペンライト色変えるときカチカチカチって響いてた笑い。あ、そうなの？そうだったの？こんばんは。あ、そうそうそう、リモートでねペンライト色変えれるのもありますね。それこそその K-POP とかだと、 K-POP じゃなくてもか、そう、あのライブ会場にいるだけで勝手に色が変わるペンライトとかもある。すごいよね。ね、そう、本当は2回3回とか4回とかも行きたかったんだけどね、なんか本当に曲中に行く時間がね足りなくて、そうでも行って戻るのができないって言われて行けなかったんです。1回しか。アリーナ後ろだったけど写真 OK の時に目の前に来てくれたからずっと見返してる。嬉しい、嬉しい、みんな撮ってくれてありがとう。次の曲スタンバイするメンバーを見て曲を予想して始まる瞬間に色変えるのが好き。そうなんだ、嬉しいね。大体わかるみんな。客席来た時リオちゃん反対側だった。そう、リオね向こうこっちしか行ってなくて、そう向こうも行きたかった。あの一回だけ夜だっけ、夜のラサイよろしくて向こうから反対側から出てきたじゃん後ろから。みんな気づいてなかったからさ最初。そう、後ろからのタイの方たちと一緒にラサイよろしくやったじゃん。あれであの入り口なんて言うんだろう、あの後ろの方から入ってきたんだけど、みんなの頭を見ながらリオは出てったよ。あ、気づいてないって思いながら。夜真横通ったけど気づけなかった。やっぱりみんなね、あ、気づいたら通り過ぎてたでしょ。そう、やっぱ気づかないよね、まさかこんなとこから出てくると思わないよね。そう、ここだよって言ったんだけどね。私はここでして叫んでたのリュウちゃんだったの。あ、そうだよ。リュウです。なんかね、あのラストよろしくをリオが煽る担当だったんですけど、そこで 何言おうって思って、結構長いじゃん感想がね。だから私はここですとか言っちゃった。どうでもいいよって感じだよね。ごめんなさい、あんなこと言っちゃって。恥ずかしい。なんか気づいたら私はここですとか言って、私が今高校にいますみたいな感じでね。そう、シンフォニーの歌詞、そうそうです、そうです、それを言ったんですよ。誰が言ってるか分かんなかった。リオが言ったの。だってなんかもうあそ何言ってもいいって言われたのね、スタッフさんにね。 どうしたいですかみたいな相談したのよ。なんか感想長くて、そしたらもうなんかあそこはもうし主役になれるからみたいな言われて、なんか自分が主役になれるたびじゃんみたいな、ある意味みたいな言われて、だから自分なんか自由にやっていいよみたいな言われて、だから言ってみた。むずい。え、一応ね、あのいや練習しようと思ったんだけど、なんかその場のノリでいいかなって思ってさ、そう何言ってもいいって言われて、そう本当になんか好きなように、なんか自分が思うようにやりなみたいな言われてね、そう大森ワールドみたいな感じで、そうって言われたからさ、いや持って、そうでも難しかった。私はここですとか言ってやばいよね。そうなの、それで、そうそれで私もここですしか言えなかったはず。あ、探してくれてたリオのこと。あ、本当？そう言ってくれたらその言葉を言った甲斐がありますわ。そう見つけてってね。
はじめまして、入場特典ブロマイドお湯さんだったので記念に来ました。あ、嬉しい、ありがとうございます、来てくれて。あー、確かにインスタライブ久しぶりにやりたいですね。リオもできる気がする、できると思うよ。オーリオ左斜めで写真撮れなかった。あー、マジか。探したけど通り過ぎてたやつが。やっぱさ、後ろから出てくとさ、通り過ぎてたってなっちゃうよね。そうなんです。しかもリオさ、煽りだから一番先頭に出てったからさ、一番目にあの出てったら他にも誰か来るから分かるけどさ、一番目に行ったらさ、もう分かった、気づいた時点ではもう通り過ぎちゃってるじゃん。そうなんだよね。だからみんながまだ振り向いてない状態でリオはもう通り過ぎてしまってて、そうなんですよ。本当はもうちょっとゆっくりね、みんなの横通りたかったんだけど、しっかり顔見て。大森さん治り好きだよ。嬉しい。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。やっぱみんな気づけないんだ、もう少し足遅くなってください。ごめん足早くて。ほんと最後泣いてたのはリオ。あ、最後泣きました、泣きました。みんな泣いてたんじゃない、最後泣いちゃったね。シンフォニーはハロプロメンバーも羨ましい曲ってない、聞いたことあります。嬉しいね、本当にいい曲だから。ご挨拶できなかったです、指原さんに。うん、私の顔覚えてますか。覚えてるよ、覚えてるよ。煽られた時3人はめっちゃ湧いてた。嬉しい、ありがとう。明日も泣くかな、わかんない。もう昨日涙流しまくったからね。でも最後だからね、みんなが泣いちゃうよねきっと。急に出てくるから誰来るかわかんないでしょ。そうだよね、絶対そうだった。明日のが泣くかな。おお、だよね、そうだよね。昨日は泣く暇なすぎた。え、わかる、そう、忙しすぎてね。みんなの喋りに映り込まないように必死。面白い。ラブコーチのメンバー本当にツンクサのグループにね、でしょでしょでしょ、最強ですよね。夜公演の見送り参加できなくて悔しい。そうだよね、やっぱみんなあれか、帰る方はそうか、時間あれで間に合わなくてって感じか。可愛いオリエンズナンパしといた、誰だ。昨日かまって噛んだ時、そうやって噛んだっけ。いや、なんかね、なんか噛んじゃったなって思ったけど。篠原さんのなんかの曲で、の冒頭、何の曲だろう、何の曲だろう。サブリミナルかね、ね、思ったりも最初喋ってるとこかな。昨日今日泣きすぎて目がパンパンです。責任取って冷やピタ。目に、え、目に冷やピタってやっていいのかな。なんかあんまり良くなさそうじゃない。スースーして、サブリミナルだよね。そう、やっぱりそうだよね。一番は当たりくじやろ。嬉しい、そんなに楽しかった。いや、踊ってる方もマジで当たりくじは本当に楽しいからね。本当にフルでやりたかった。それは当たりくじ、それはそう、一番当たりくじマジで。え、ねえ、嬉しいんだけど。嬉しい、みんながそう言ってくれて。
初めてのリオンズの方もいたりで、リオちゃんのおかげでたくさんの人と出会ってありがとう。いやー嬉しいね、なんかどん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 オリオンズが大きくなっていって嬉しい。ずっと踊ってた踊ってた嬉しい。こうやって踊ってた、なんか意味なくじみきだろう。昨日はテリアサチャンネルで昼両公演とも見せてもらいました。ああありがとう、見てくれて嬉しいです。昨日はお疲れ様、お昼だけ参加できました。参加してくれてありがとう、嬉しい。最後だからね、たくさんの方が来てくださってラッサーに出会えたことが人生での当たりだった。うわめっちゃいいこと言うじゃないか、嬉しい。リオも同じです。いろんな衣装見れて嬉しかったね。そうなの、当たりくじの衣装も着れたし、ラボドッチも無事着れたし、ただリオはね失恋乾杯着れなかったからさ。ほっといて選手権はほのちゃんとやる予定でした。ほのちゃんと組んでて、もともとでほのちゃんがくじ行ってくれたんだけどね、一緒にやるって言ってね。失恋乾杯ね、そうそうそう。何回も言うけど結局会えないままでさよならになるの本当に申し訳ない本当に寂しいですよリオも。でもまたどこかで会いましょうね。もっと乾杯したかったでしょ。そう、一回しか乾杯できなかったよねあ、フラスタね見たよ、ありがとう。あの一緒に写真は撮れなかったんだけど、この目で見ました、しっかりと、ありがとうラスアイ知らない方々がこんな可愛いアイドルさんいたんだねって言ってて、嬉しい嬉しいね、ありがたい。最後のバンドワゴンは初期から見てる自分としてはやばかった。あ、そっか、そうだよね、あの最初のなんだアンコールか、アンコールでね踊っててね。当たりくじの衣装、個人的に好きな衣装だいぶ上位。おお、そうなんだ。一番好きなのは何ですか。体調崩してたメンバー大丈夫ね、リオも心配、大丈夫かな。今日ゆっくり一日休んでほしい、ご飯食べてちゃんと。昔の曲割と短めでもう少しクレーでなってた、わかるそれはねリオも思ってたよ。もうちょっとやりたかったね。あとどんなに好きでいてもさ、打ち足りなかったのがちょっと寂しかったな。どんなに今が切なくて涙が溢れそうでも、この一瞬この一瞬君のこと君のことってやつやりたかったんだけどね、なかった、残念。それな、それすぎ。いやー、落ちサビも欲しかったよね。どんなに好きでいてもって落ちサビがさ泣ける最高なとこなのにね当たりくじ息切れるってみんな言ってたけど、どうだった。息切れます、もちろん。いやもうガチきつかった。あの当たりくじ青春トレインとかもきつい曲が続いてて激ヤバだった。サポートメンバーをどうやって決めてる。自分たちでは決めてないですよ。でも落ちサビ欲しかったよね。まあしょうがないよね。どんなに好きでいても夜に来て落ちサビで号泣する準備してたのにやっぱりね、リオもやりたかった。そこは尺がね足りなくて、ラッサイ曲が多いから。そう、あよねこっちも良かったよね。そうそうそう、なんかミーナもあの振り向きたくなる好きってずっと言ってくれてて、入ってくれてありがとうって感じだった。ヨネコッチ大好きです、リオも。一緒にイベントも行ったし、思い出がありますね。あ、確かにかなちゃんの卒業思い出してたけど、それそれな
ああ昼にないから夜やらないのかと思った。そう、基本的にお昼はかっこいい系を中心なので、ほっといてはなんかかわいい系だから夜にやりましたね。はじめまして、おかぴねえ。猫っちいいよね。広島行った。マジ喉カサカサなんだけどやばい。こんばんは。愛を知る、踊ると右半身でいかれるいやもうね、あ、でもあれ、いやブレイカーレッグがガチで疲れた、やばかったもうね、どうにでもなれって思って足上げてたけど、もうやばかった、体力的には。あのキャラットだっけ、すごいきつかったんだよね。トレインやって着替えて、ブレイカーレッグやって、キャラットやって、愛を知るだ、そこマジやばかったねうん、うん、やばかった、体力が立つのも、もう足プルプルプルってなって、筋肉痛は大丈夫そう、うん、筋肉痛は大丈夫だったんだけど、体力がやばかったね。夜の最後のとこ、そうやばかった、えぐすぎた、やばい、やばかったよあれは。なんかの曲で走り方いつもと違くない、大丈夫みたいな、え、なんだろう、大丈夫だよ全然。そう、でもすごい楽しかった、足くっそ上がっててすげえってなった、もうめっちゃ上げた頑張った。いやもうどうにでもなれって思いながら踊ってたんだけど、わ、そうだ、このあとキャラットと愛を知る残ってるんだったって思って、そう、ブレレグでもう出し切ったのにキャラと対応してるがあるのを途中で思い出したそう、お見送りの時相方がお利用しで、お互い知り合いみたいに仲良くてニコニコ笑ってたえー嬉しい、ありがとうございます。本当に13曲連続でお聴きいただきましたとか、確かにライブでなかなか聞かないまで間違いない、それね。ブレルが思い入れもあって好き、あ嬉しい、あれ思い入れサバイバーじゃなかったっけ、はじめ最高の景色見れましたよ、本当に本当に最高な景色だった。長時間過ぎて足パンパンと半端なさそう。そうですね、それはもう何日か前から、もうねリハの時から足はパンパンでしたね、毎日毎日うん、やばかった。動画で聞きまくったから思い出ある、あ、そういうことか、そういうことね、そういうことね、嬉しい。動画で、あ、それ読んだわまた同じね、戻したおいれちゃんのところに遊びに来たの初めてです、野菜大好きです、ありがとう、来てくれて、ん、テレビで見てくれたの、ありがとうございます。そう、めっちゃ痩せそうだよね、そうなの、めっちゃ愛を知るとか超痩せそうって思いながら踊ってる その子から毎日おいれの話聞いたので、聞いてたので話してみたかったのでここに来ました。ああそうだったの、嬉しい、ありがとうございます。みんな気力で乗り切った感じだよね、え、そうだね、確かにもう本当にアドレナリンでしかなかったと思う、みんな、うん、多分体力的にはみんな結構もう疲れちゃってたと思うんだけど、やっぱりライブって本当になんだろう、ライブ中はね楽しすぎて、うん、アドレナリン出まくりでした。あ、肩がおかしくなっちゃった、お疲れ様です。昨日オーリオちゃんのパフォーマンスに鳥肌でした、嬉しい、ありがとう、嬉しいです、そう言ってくれて。
今オリオナ初期のバトル会見てる、今も昔も可愛い。いやいやいや、そんなことない、いやマジで全然やめてやめて。あの初期のバトルの会は当日泣いて目腫れてるから恥ずかしいです。あれそう、目腫れてるからやだ。私も今はアドレナリンで生きてます。あーそっか、こんばんは。涙すぎて涙枯れた。あーそうなの、チョコちゃんが泣いたなんて。無神論者って読むのこれ、初めて見る。大森さんに出会えたのは神に感謝です。もしくは大森さんが大森さんが神様何言ってるんですか。そんなこと言ってくれて嬉しい、ありがとうございます。出会ってくれて。サバイバー興奮してすげーって声出ちゃった、初めてだった。そうだよね、こんなに大好きになったアーティストさん、ラストアイドルが初めてだったのに、コンサートに余韻に浸ってるよ。嬉しい、余韻ひたひた、みんな。クジャクの涙森さん神様だよマジで、リュウって神様だったん。こんばんは。ラスアイに初めて会えた嬉しさで冒頭から号泣してたら、連れてきた友達に惹かれたね。嬉しい嬉しいな、そんな泣いてくれて最初から。うん、なぜタイのバンドワゴンで泣くんだい その子オーリオと顔見知りレベルって聞いてたんで、お見送りの時に納得してました。あ、そうなの、そんなにひたひただから配信見ながらラサイの音楽流してる。え、いいね、リオも流したいな。ね、泣くタイミング本当に今瞳キラキラいいね。キラキラはミルキーウェイ、やばい、ちょっと喉カサカサすぎて歌えないごめん。アイドルしてライブ中のリオピ楽しそうで一番好き。嬉しい、リオもね、ライブしてる時が一番幸せそうな顔してるんだなって思う。こんばんは。ね、明日来てほしくない、それね、本当に。それ歌わんがいいな。いや、そう、歌いたいんだけどね、出ないんだ声が。そう、歌いたい気持ちはねある、ただ声がカサカサすぎて出ない今だから語れるらせいの話なんだ、もうありすぎてよ。逆に何かある、何かあるの、何かあるでも瞳キラキラ歌えて嬉しかったな、2回ぐらい。あ、そうなの、名前出したらオーディオ絶対分かります。え、そうなの確かにここで出すとあれですね。昨日オーディオで思ったことは喋りの部分かな、昔に比べて成長してる。それはね、ほんとだいぶ成長した気がする、トークとかその部分は。あ、裏話ってこと。あ、裏話はむずいな、なんだ、思い出を話してってかと思った、だからありすぎてって思ったんだけど、裏話ってなんか難しいな、出てこないかも意外とすぐに出てこない。瞳キラキラはハルルンのとこに入ったよ、リオは町ほなではなく。あら、ラミナオ、え、ありがとうラミナオさん。
ラスアイありがとうタワーじゃん、嬉しい、ありがとう。裏話って意外とあんまないんだよね。うん、ラスアイありがとうタワー、間違えた、間違えちゃった。昨日ロリポップ聞いた時、2周年で大森さんがセンターやったの思い出してめちゃめちゃ懐かった。うわめっちゃ懐かしい、懐かしい、やったやったやった、桃子のパートやった、めっちゃ懐かしいんだけど。リオちゃんに裏がないから裏話もなさそう嬉しい、常に全部さらけ出してるってことだよね。そう、本当にそうなんだよね、なんか隠してることとかないからさ。うん、そうだね、でもなんかそう言ってくれるの嬉しいな自分ラブドッチの時横領に釘付けでした、可愛かったです。嬉しい、ラブドッチはねもう衣装が可愛すぎてねいいですよね、やっぱり。りゅうちゃんはいい意味で正直者なよいい意味でよかった。でれれれれれれ。おおり、お見送りで、お見送りで横領に一部気づいてもらえて嬉しかった。嬉しい、なんかね、そう、なんかやっぱりお見送りとかでさ、よく見えるから、なんか自分のうちわとかグッズ。ボードとか持ってくれるのを見て見るとすごい嬉しくなりますね。あ、自分のファンの方がいるって気分になって幸せな気持ちになれる。こんばんは、ココナン、やっほー。あなたのために巻いた髪大好き、嬉しい、昨日もあなたのために巻きました髪の毛オーリオは足の裏以外に裏はないね、おもろ面白いこと言うね足の裏はあるけどね面白い。オーリオ初めて見たのが筋肉食堂だったから、可愛いバイトがいるんだなって。また、待って、筋肉食堂めっちゃ懐かしいね。バイトバイトだと思ったかなちゃんと出た時だ、筋肉食堂ね。ラブどっちコールしたね、リオもどっちこっち聞きたかった本当はね。横領がまっすぐで素直な歌声にも出てるなんかめっちゃ褒めてくださって嬉しいです、ありがとう本当。オーリューちゃんより年上だけど、オーリューちゃんの顔になりたい。本当に、こんな私に、ありがとう、嬉しいです、その言ってくれて。素直で正直すぎて可愛すぎて最高のおしめなるです、キャー嬉しいよ、ありがとう。てるてる、昨日の夜公演終わって今日高校行って夜はバイト。めっちゃハード、それは疲れる。しかも明日もねイベント来てくれるでしょ、ちゃんと寝て、僕のためですね。そうですよ、あなたのためですよあなたのために巻いた髪、僕のために考えてくれてありがとう。いいえその時朝日さんに会いに行ったわ、筋肉食堂、懐かしいよねラブドッチの時可愛くて、その子にオイルめちゃくちゃ可愛いって言ったら、可愛いやろドヤ顔されました嬉しい、やったねあ、確かにコール録音して当日流すなら全然ありじゃん。何それ、え
わあ、いいね、それ。 それいいな。確かに。今日オーリーを見たって高校で自慢してきた。え、かわいい。何その自慢。そんな自慢してくれたの、かわいいね。2階、お見送りで2階ともほのちゃんと並んでたから、ほのちゃんファンの嫁とマジテンション上がった。そう、仲良しだの。こんばんは、やっほー。明日行きよう。お、待ってる。昨日のお湯すごく綺麗でした。あー嬉しい、三味こまお見てくれて嬉しい。いいえ、あなたのためじゃないです、やめて。いやいや、違う、いいえって意味で、どういたしましての意味だけど。さあ、見せてなかった、お待たせ、ラビナオ、ありがとう、ラサイタワー、ありがとうね、ラサイタワー、黄色にしてみた、ありがとう。サッカーの試合とかは全部録音して流してる。え、そうなの？へえ、知らなかった。私も会社で自慢した。え、嬉しい、みんな自慢してくれたの。生で髪色見たけどめっちゃ綺麗だった、見れてよかった、嬉しい。なんか黒くなった気がするんだよね。りゅうちゃん可愛いね、ありがとう、嬉しいよ。ちゃんと寝る、いや、照れてるもんね、みんなしっかり寝てね。リオは今日ちゃんと寝れたからね、大丈夫だよ。昨日もたいただいた差し入れいっぱい食べて。なんか録音して流すのめっちゃいいね、それすごいやりたいんだけど。確かに、確かに録音流されたら普通にコールしてもバレなそう。確かに、それね。ねえ、リオのパッチンバンド持ってたの？見えなかったんだけど。ねえ、もっと自慢してよ。ほらって。マジか。嬉しいんだけど。超嬉しい。ありがとう、翼。お花、花びら。ありがとう、お疲れ様でした。いえ、こちらこそ、ありがとう。私寝不足、寝て、みんな、みんな寝不足だね、みんな寝不足だよ。今さらだけど、りゅうちゃん可愛い。なんだ急に。ありがとう、いつも DM でも褒めてくれて。今度オイリオの髪色にしようかなって思ったら自然と色落ちして似てるようになった。あ、本当？似てるようになった。りゅうね、何色にしようかな、またラストアイドル終わって。ちょっとなんかいろいろ挑戦してみたい。1時間半睡眠はやばい。しっかり寝てよ。別界隈でファンが事前に録音や撮影したものを送ってライブで使ってもらうって企画。いいのね、それさ、もっと早く知ってやりたかったの、やりたかった。リリーベで広島来てくれた時に横領と話せたのが一番の思い出。嬉しい、一番の思い出なんて言ってくれて、ね、広島本当に楽しかった。ペンライトから音声出るやつあんの、何それ、そんなのあるの、めっちゃすごい。3日で4時間、なんでそんなに寝不足なの、しっかり寝てよね。そう、誰一人かけることなくね、ラスト迎えられそうで本当によかった。昨日も迎えれてよかったし、明日もきっと迎えれるでしょう。
おさむちょっと前からやで、ね、だってちょっぴりやばい、コメントがどんどん下にいっちゃう。ネオリオンズ睡眠時間えぐい、それな心配なんだけど、みんな寝てなすぎて。ねえみんな寝て、寝れないのか、忙しくて。可愛いという言葉はオリオさん専用になります。本当に本当にありがとう。推しにいるのよそういうこと、睡眠不足を推しにいるそこまでね、そこまでにいるのでもりょう今日ちゃんと寝れたからね。うん、睡眠不足だけど結構いつも、今日はオフだったからしっかり寝れたから、だからみんなもしっかり寝て待ってん?9時間寝ました。10時間しか寝てない、しかじゃないでしょもうよいいね、いいよいいよ、そこいっぱい寝れていい、いいことです今日は何時間寝れるかな、どうだろう。でも明日早そう、朝。うん、あでもどうだろうね、明日入り何時なんだろう、だって始まるのはさ夜だしね。まあでもリハとかもあるから、いっぱい寝れるの若いな。寝るよもさ、なんか最近ね、てか今日オフだったからリオも10時間ぐらい寝る予定だったんだけど、全然思ったより寝れなくてさ、リオも若くないかって思った自分であれって、一回も起きずに10時間寝る予定だったのに3回ぐらい目覚めてさ結局、24時間寝れたわもう若いのかもうわかんないすごすぎて。リオ乗り物ですぐ寝れるタイプじゃないかも、なんか基本的にすぐに寝れない、寝つけ悪いです。なんださ、それは死ぬん、知る手、知る手前なんじゃねえそんなこと言わないで。いやもう24時間寝たの本当にすごいよね、本当すごい。1日寝てたんでしょう、だって。でもリオのママもめっちゃ寝る人でね、そうリオのママも、ね、寝ない時は全然寝ないけど、寝れる時はずっと寝てんの、すごい。よくそんな寝れるねって思う。ネイルブレレグよ、え気になる、絶対可愛いじゃん。二度寝できないんだよなアリは、あんまり。そう、一回起きちゃったらもう起きる。2時間ほどしか寝れない、やっぱ2時間しか寝れないの結構きついよね。なんかリオもさ 2,3 時間しか寝れない時あるんだけどさ、体がだるすぎて、そういう時って。だからショコラ BB、 チョコラ BB とかドリンク飲みますよ、そういう時は。なんかだるい体にとかそういうのあるじゃん、それ飲んで乗り越える。あリオも結構物音で起きちゃうタイプ、逆に1回で起きる方法知りたいエリオ本当にね得意、朝得意なの本当に。そう、どんだけ寝不足でも朝は1回で起きれるからね、自慢。これ方法とかじゃないんだ、別に方法はない、ただもう1回1個しかアラーム鳴らさずにもうそれで一発で起きる
ねえ、そうそうなんか変なんだった睡眠時間短いのは何よりもきつい。でだよね、睡眠と食事はマジで大事って思う。睡眠も大事だけど食べないのも良くないし。リオのネイル可愛いですよ、こんな感じ。ニラネイルね、栄養ドリンクで飲んだの、栄養ドリンク飲んで元気出た気分。そう、でも本当にあれってさ元気出るよね。元気出るっていうか、なんかだるいのがちょっと収まる気がする。あれチョコラビービーのやつ、ゴールドのやつが一番強かった気がする。ちょっとお高いやつ、400円ぐらいする。神経質な部分と1回で起きれる似てますね。あ、似てるね、ほんと同じ。全然神経質っぽくないでしょ。ユウも見えないよ、神経質にいっぱいあのアラーム物音とかで起きなそうだよ、うん、似てるね、そういう部分は。あ、チョコラ BB ハイパーリュウ飲んだことありますよありますあります。朝一発で起きれるの羨ましい。自分は朝弱いから。あ、そうなの、朝は結構強いよ。昨日初めてラセのライブを見てきました。 ありがとう、来てくれて。どうでしたか、楽しかった。目が覚めるっていうか、あのなんか例えば寝不足の時に体だるいなとか、そういう時に飲む。そしたらね、ちょっと元気出る。アラーム知らずに消すのそんなことある？え、何？どういうこと？スクショ？なんでアラームのスクショがたまる？何それ何それ。チェコラ BB は知らんリオはチョコラ BB しか知らないですけどえ、スクショしたことないんだけど。アラームのスクショないない。なんで、どうやって、なんで、そ、なんでスクショすんのええ、どうしたらスクショを押すことになるの。あー、失敗。え、だってアラーム消すのってさ、あれじゃん、画面押すだけでしょ、画面押すだけじゃん。あ、そうなんだ、ボタン押しても消せるんだ。へえ、リオいつもさ、もう起きて画面押して起きるからさ、そういう経験ないそうなんだ。面白い、スクショたまるんだなるほどね、ボタン押すと止まるんだけど、その時間違って、あー、音量と音源一緒に押しちゃうんだ。ホワニャン、ホワニャンかわいい、ホワニャン。ホワニャンと同じなの、なんか服、なんでよなんでホワニャンはよく寝るからね。画面見ることもできない。あー、なるほどね。アラーム何回もつけない、アラーム1回で起きれない方は画面も見ずに目つぶったままボタンを押すってことね。なるほどね。何この写真みたいのは、あー、たまにある、たまにある。それはなんか自分の写真撮ろうとして、なんか変な写真、外カメでなんか撮れてる写真とかはあるけどね。リオ1回で起きます、アラーム。いつも1個しかかけないよ、うん、1回で起きて起こしてあげるよ、ほんと。うん、
愛を知るいい歌詞だよ本当に。いい歌詞だし、いい歌詞だし、いい曲だしね。こんばんは、初見です。はじめまして、ありがとう来てくれて。家族見に来たよ、もちろん。最後のライブだしね。寝すぎると体だるくなる。あ、たまにあるよね、たまにあるよね、そういうの。二日酔いしんどいよな。なったことない。なったことないからわからないけど。夜ご飯食べてないな。ちょっとお腹空いてきた。確かにピスタチオ色、これお気に入りだよこの服。ジュエティのトレーナー何個も持ってる、色違いで。妹ちゃんも来たよ、もちよかったって言ってた。お腹空いてきた、お腹空いてきた。もちろんめっちゃ食べたからさ、お昼お菓子とかご飯とか。昨日初めてラストライアイドルのライブ参加、感動した。ありがとうね、嬉しい。感動だった本当。ねえ、アラーム設定42個ってやばくない？どういうこと？何それ。でも1個しかないんだけど。でピノ食べたくなってさ、リオも後でコンビニ買いに行こうかなって思ってたところ。サムサムそう、妹子ね、アゲアゲとか好きだから、恋トラとか。でも眩しすぎるが好きみたいだよ、みんなと一緒。眩しすぎる好きなの。3分ごとにアラーム、え、リオかけないんだよね、1個で起きる。でもリオの妹とかも多分3分ごととかにかけてると思う。42個はもう起きる気なさそう。それな、もう起きる気ないよね。おもろすぎでしょ。妹ちゃんの推し、ほのちゃん、ほのちゃんのこと大好き。あ、ななみも好きって言ってたかな。うん、ななみも可愛いって言ってるよ。でもほのちゃん推しです、妹子。二度寝したい欲ない。うん、なんか二度寝あんましない。なんかね、したい欲というか、なんか眠れないの、一回起きたら。もう一回目覚めたらもう眠れない、多分。王龍じゃないの、妹の推し。そうだよ、龍じゃないんです。本当は言うかな。え、串カツ食べたのいいな。母がピスタチオカラーのことをウグイス色って言ってて、確かに。あ、ウグイス豆ってあるもんね、だって。お見送りで間近で見た大入りを想像はしてたけど、可愛すぎてビビった。本当にマジで嬉しい、そう言ってくれて本当に嬉しい、ありがとう。昨日メガネさんから合図の CD もらった。あ、ね、見た見た、ツイートだっけ。あれ嬉しかった、あって思って。パパママの推し、多分家族、その家族みんなほのちゃんのことが好きなんですよ。ガチで、これそう、家族みんなほのちゃんのことが好き。りゅうちゃんピアス開けないの。開けないかな、うん、開けない多分。ピアスはなんか開けたいって思ったことないかも。うん、なんかピアスの方が可愛いのあるなと思うけどね。確かに、あ、遺伝子でこのピアス着たのか、確かに。それな。あ、そう、パパかなちゃん好き。あ、そうそうそう、かなちゃんも好きだよ。そう、ずっと言ってた、よく分かるってね。リオがほのちゃん好きだし、家族もほのちゃん好き。
俺お姉ちゃんのことが好きなんだけどテルトリオンでも確かにツンデレなとこあるからな、リオの妹。そうそう、あ、ツンツンか、デレないわ、ツンツンしてるいつも。男子高校生でピアス開けるので、どうも、え、いいと思うよ、悪くない、悪いことじゃないよね多分。ダメなの、え、開けてる子いたよね普通に。むしろ上げてる子の方が多かった気がする。みんなたちが勝手にコメントした、なんてコメントしてたの、どれどれ、え、なんてコメントしてたか、あ、ゴリちゃんってん卒業式終わって速攻ピアス開けた、あ、なるほどね、そっか、ダメだったからってことか。てるてるさん素晴らしい、確かにそうだね、ほんとリオも開けないよピアスは。名古屋ってピアス開けがち、それは知らない、そんなのそんなことある、リオ名古屋だけど ヤンキー校じゃなかったよ全然、開けてなかったかな、みんなどうなんだろう、わかんない、あんま気にしたことなかったてなかったかな、わかんないです嘘かもね、怖くて無理、リオも怖くて無理かな、うん、え、安全ピンで開けてそう、いや、どんなイメージいやいやいや、リオそういうの怖い、ビビりだからね、なんだかんだ開けてない、あー、え、でも意外かも開けたいって思ってるんだ、初めはね、怖いよね、え、怖いよ、痛そうだもん、あ、もうこんな時間30分、じゃあ半に終わるか、ちょうどいい、あれリオ何時からやったっけ配信、7時ぐらいからやった、2時間半、2時間半、メンテナンスなんてあるの、ピアス開けたら冷やさ開けてないの以外はなんかディスられてる、違う、全然違うよ全然そういう意味じゃないよね、でもイヤリングは結構落としやすいっていうのがあるかな、あるね、リオもね何回なくしたかなって感じ、片方片方迷子いっぱいあるからね、耳に目の神経ある、え、そうなの、じゃあ自分で開ける子さ分かんなそうじゃない、そこまで、めんどくさくてアクセサリーつけられないそうだよね、めんどくさくなるよね、分かる、5分前くらい嘘ついてる、2時間半やってるけども、ピアス開けてないよ、イヤリングですよ、永遠にイヤリングです、私ちょっと口の色ないですね、ロリポップの衣装の時曲終わりにイヤリング拾ってるメンバーよくいた、あ、そうなの、やっぱそう落ちちゃうよね、あ、ピアスも意外と落とす、あ、そうなの、うん、高校の時開けたピアスが15年くらい、15年経っても塞がらない、すごすごい、妹子もつけてない、もちろん妹子も絶対開けないと思うよ、口の色ないですね、ちょっと口の色なかった、ピアスしてる男子かっこいいと思うし、うん、そうだよね、だから全然いいと思う、すっぴん慣れてるから大丈夫大丈夫、見たくなってきた、でも
目からここはすっぴんですよ目だけメイクしてる。一気に10個、一気に10個って何、何だ。あー、そういうこと。一気に10個開けちゃって、え、10個も開けた。それは嘘だよね。そんなに、それはないよね。でも眉いっぱい開いてたよね。そうだよね、目だけメイクしてるとすっぴん感ない。そう、肌、肌何も塗ってないからさ。やっぱちょっとお疲れ顔。え、本当にお疲れ顔してる。マジか。あ、気づかなかった。本当肌綺麗。嬉しい。昨日さ、メイクさんにも肌調子いいねって言われた、ライブの時。そうなんですって言って嬉しかった。これからライブまた見直します。お、いいね。リオも見よっかな。動画見返しましょうかしら。調子悪い時あるある。ニキビできたりとかはあります、しょっちゅうでも良くなった方かな。なんかね、中学生の時とかよくニキビできたりしてたかな。うん、やっとやっとできにくくなった顔にな、肌、肌質になったかなって感じ。うん、初見です。あら、はじめまして。あれ、さっきもいなかった？違う方かな。同じ名前なのかはじめまして。中学生ニキビできるのか。あ、そうだよ、あ、思春期ニキビってやつか。そうだよね。昨日の髪型可愛かった。そう、昨日は4周年の時と同じでハーフツインに編み込み入れた。可愛いよね。そう、なんか普通のハーフツインじゃなくてちょっとアレンジ入れるだけで。17歳の扉とデジャビュー。あ、リオも、リオもね、見るもう一日気分が沈んで生きてる感じしませんでした。やどん。昨日さ、ストーリー載せてたじゃん。エモかった、久しぶりに見て。辛いもの食べないと肌が良くなります。辛いもの、あ、辛いもの食べると良くないってこと。編み込み派は普通に可愛すぎた、最高。え、嬉しい、やった、嬉しいんだけど。ストーリーね、なんていうの、メンション、メンションとかしてくれたらね、見る。昨日のりえちゃん可愛かった。え嬉しいんだがありがとう。そう、編み込みは普通にいいよね。明日も、明日どうしようかな。明日も多分ハーフツインなんだけど、編み込み入れようか普通のハーフツインにしようか迷ってる。でも普通のハーフツインでもね、ありだなって思ってる。昨日は編み込みやったからねごめんなさい、どんな髪も好きです優しい。は、いつも可愛いからありがとう、嬉しいんだけど。初めてライブで泣いたわ昨日。嬉しい、泣いてくれたの。昨日メンションした、ありがとう。メンションしてくれて、見ますね。おでこ、明日は出さないよ出さないよ、明日はおでこは出しません。最後のイベントででこ出しはやばい無理無理、一番自分が盛れる髪型にしなきゃ。漏れてる？いや、もう漏れて、いや、まあまあまあ、いや、でもね、違う、なんか自分がさ一番いいなって思う髪型あるじゃん
デコ出し良き、嬉しいよそう言ってくれて。でもデコ出しはまずトーク会とかでしかできない、やっぱり。うん、ハーフツインですね、いいなって思う髪型はやっぱり。うん、結局はなんか昔からやずっとやってるから、ハーフツインを、ハーフツインが一番しっくりくる、しっくり、うん、しっくりくる髪型がハーフツインだな。自分のデコの価値は分かってませんね。価値あります、リュウのデコ。オイリオのハーフツインマジ好きなんで嬉しい。そう、ハーフツインね、好きって言ってくれる方多いからさ嬉しい。なんか自分も一番それがしっくりくるし、そう、なんだかんだでハーフツインだよね、やっぱ。そうなのよ。デコメイクしてないからちょっと眉毛とかも薄いけど、デコ広くね、配信でなら見せてあげるよ。広い方が可愛い。嘘、マジ、デコめっちゃ広いよ。遺伝です、リュウのママがめっちゃおでこ広くてね。ほら見て、こうやってやったらわかるでしょ、広、デコ広です。そう、見せてあげましょう。眉毛とかやってないし。おでこちゃん貴重。そうですね、ライブではやらないで。ベーコン乗せたいって何。やば、ベーコン乗せたい、やばいね。一気に大人だった。で、前髪で変わるよね。スクショ、スクショしていい、いいよ、ちょっと待って。あ、でもあんまちょっと盛れないです、やっぱ今日は。ピースギャル。いい、もうしまって、おでこ。そのベーコン食べたい。どういうことっすか。たくさんスクショできた、ありがとう。いえ、終わるまでお願いします。あ、でも待って、もうそろそろ終わんなきゃいけないから。そろそろ終わるか。いや、でも眉毛ちょっと薄いからね、やってないから。おでこさん帰りますよ、もうそろそろ。明日最後のイベント楽しもうね。明日はなんかね、あの配信が夜中の1時までできるそうなので、やります、最後の最後まで。寝るだけではない、まだまだツイートとかもしたいからね。あ、そう、秋アニムからフラスタ来ててね、嬉しかった本当に。うん、じゃあリプするね。あ、ありがとう。 TikTok、 確かに TikTok もやんなきゃな、そろそろ。じゃあ順読みます、いくね。13位はじめ、12位が TK、 11位がマイコル、10位がいちごのまるまるトンヤ、9位が翼、8位ヒョク、7位ルーニーさん、6位マッチ、5位がハチヒーロハチ、4位がユウ、3位がラビナオさん、ラビナオ、2位がマニア、1位が大地、イエーイ。ありがとう皆さん来てくれて、本当に本当に。え、すごい、5000人、え、はずい、はずいとか言って。え、すごいたくさんの方が来てくださってありがとうございます、来てくれて。また明日が多分ね、ラストアイドル最後の前髪、そう、おでこちょっとさっき見せてって言われて見せた、恥ずかしいのにしまうか、もう終わるけど。明日来てね、明日、そう、夜の夜中の1時まで配信できるので、明日はやりますので。じゃあ明日、また明日最後会場で会いましょう。またね、おやすみ、ありがとう。
ツイートします。バイバーイ。